どうもこんにちは、まほちゃんです。今日はですね、先日大人を感じてしまいましたという話でございます。はい、まあ、というわけでね、まあちょっとしたことではあったんですけども、先日うわ俺大人やーと思った瞬間がありましたので今日はそんなお話でございます。はい、まあ最初に言っとくと、まあしょうもない話ですよ。しょうもない話なんですけど、俺の心の中でね、俺大人やなと思ったんで、ぜひ皆さんに教えたいと思って教えたい伝えたいということで、今日はそんな話でございます。はい、まあ、本当に大したことじゃないですけど、まあ、先日コンビニに行きまして、夜、でなんだっけな、なんでコンビニ行ったんだっけな、その時、まあ、忘れたけど、まあ、とりあえず飯は買う気で行ったんです。あんま俺最近飯コンビニで買わないようにだったんですけど、まあその時はね、どうしてもなんかもうちょっと選択肢がなくてコンビニに行くみたいな。でファミマだったと思うんですけど、ファミマに行きまして、で、まあその弁当系なんかもうほんと最近はちょっとねしょぼくてね、弁当とかなんかもうほんとこの量でこの値段かみたいな、がっかりする中ね、まあとりあえず買って、やっぱおかずも欲しい、プラスおかずも欲しいねというところで、冷凍食品の何かしらを買うか、その何フライヤー的なやつ買うかみたいな選択肢だったんだけど、あのね、まあまあ冷凍食品はちょっとなんかその時抑えたかったんだよね。あの出費というか、その調理する手間かな、手間なのかちょっといろいろあって、なんで、あ、フライヤーでなんか済まそうと思ったんだけど、そのフライヤーファミチキだ、なんかその辺ナナチキだみたいなやつがあんまなくて、いつもはあんのにみたいな。いつもそのファミはその時間でも意外とあるから、俺は重宝してるのに、その時に限ってなくて、うわ、ねえなー、やべえ、何もねえ、どうすっかなと思って、チラッと見たら、そのフライヤーの隣のところに焼き鳥コーナーがあって、で、焼き鳥がちょっとセールだったんですよ、気持ち。まあ、20円とかだよ、20円とか30円。20円だったかな、っていう感じであって、ああ、焼き鳥にすっか、でも焼き鳥たけんだよな、とか思いながらも、まあ見たら、なんかね、バラバラっとあったの。で、バラバラっとあって、でさ、結構なんか長いじゃん。あの、コンビニの焼き鳥の名前って。なんか炭火、タレ、焼き鳥、桃、みたいな感じの長さのやつがあるじゃん。で、これをいちいち言うのめんどくせえなと思ったんですよ。で、だから本当にその同じ種類があったら、それまとめて、これ何本って言えるわけだ。鶏もも、塩何本って言えばいいわけだけど、例えば、桃が2本、皮が1本、タレ、塩の桃が何本みたいな、2本ずつとか1本あるみたいな、それが6、7種類あるみたいな感じだったんで、もう、いちいち言うのめんどくせえなと思った時に、もう、パシッとそこで言った俺の一言が、これはもう俺大人ですねって思った一言なんだけど、レバー以外焼き鳥全部ちょうだい。かっこよくないっすか？かっこよくない？おー、自分で言ってて、うわ、大人や俺と思ったよ。レバー以外全部ちょうだいっつって。多分ね、7種類だったんかな、7か8ぐらいあって、でもレバーは好きじゃないから、本当は全部ちょうだいって言おうと思ったのよ。全部足して多分10本いかないぐらいかな、10本いかないぐらいだと思う。だから全部ちょうだいって言おうと思ったんだけど、あ、レバーあるわ、レバーは俺無理だわと思ったから、まあレバーちょっと食えないんでね。でもまあかっこいいよね。もうこれが何本で、これが何本、皮が何本、塩のあれが何本っていうところを、レバー以外全部ちょうだい。かっこよくないっすか？しびれたね。心の中でだよ。うわ、俺かっこいい。まあ、ただ言うのめんどくさかったのが一番大きいんだけど、そういう、別にカッコつけたかったわけじゃないよ。カッコつけたかったわけじゃなくて、その長い名称を言いたくなかったのもあるんですけど、もうね、レバー以外全部ちょうだいみたいな、もうメニュー全部ちょうだいを言った感じの経験ですよ、私からすれば。もうなかなかないじゃん、メニュー全部持ってきてって言いたいっていう願望ってやば誰しも持ってるじゃないですか。持ってねえのかな。
それをちょっとプチレベルですけど、ファミマで叶えたっていう感じですね。はい。いや、もうでもマジでね、レバー以外全部ちょうだいはなかなかかっこよくない？もう、店員もあたふたしてたよ。これとこれ、まあ、店員が確認を、俺がいちいち確認してメニューを言う手間を店員がやってくれただけなんだけど、で、我ながらね、まあ、トータルでゲット、結局ゲットした本数で言うと7、8本よ。だから、うん、レバーの2本、レバーだけ2本以外は全部買い占めたから。でもやっぱ我ながらね、なんか、俺大人やなぁと思いました。はい。まあね、なかなかね、やっぱそういうね、こう、大人を感じた瞬間っていうのはね、人によって違うと思うんですけど、なんか久々に大人を感じた瞬間だったので、皆さんにちょっと言っておきたくて、今日はその話でございました。ちなみにね、一番最初に本当に大人を感じた瞬間は、チャンネルとデートに行ってね、高校生だったかな、高校生ぐらいの時か、うん、もう、なんか、ファミレスだったかな、その時ファミレスみたいなとこ行って、伝票をスッとこう、俺が持ってった瞬間に、ふわ、俺はもう、大人や。イケメンやーと思ったね。そうそう。で、そういう、なんか、まあでも記憶残ってるのはやっぱそれぐらいで、あんまなかなかね、うわ、大人やなーと思うことないんですけど、久々にね、やっぱり焼き鳥で、レバー以外全部ちょうだいって言ったのは、もうなんか俺大人やなーと思っちゃったね。はい。まあね、そう、何言ってんだいって話だと思いますけども、個人的にね、ちょっと大人で、なんか、リッチマンを感じた瞬間でございました。はい。まあ実際ね、そんな買い方することはもう多分一生ない。まあ在庫少ねえ時だったら意外とあるかもしれないけどね。うん、まあでもそんな感じで、ちょっとね、久々の、こう、大人感。俺やったった感を、ちっちゃいところではありますけども、感じましたという今日はそんなお話でございました。はい。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけますと、この動画も喜びますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは。